皆さん、こんにちは。バイリンガル・ハルキストのマサトニックです。Hey guys, er、h e guys, it's m a s a t o n i I'm Biringer h a l k i s t 村上春樹ブックガイド。村上、えー、特別編。村上春樹映画の旅ということで、今日は特別編でございます、えー。村上さんご自身の著作ということではないんですが、えー、ちょっと企画本でごことですね。こちら、まあ、こっちでも出てますが、村上春樹映画の旅という本についてご紹介していきたいと思います。えー ご本人があの書かれた著作というわけではないんですが、村上さん自身の書き下ろしエッセとも載ってたりするですね、村上春樹と映画についての本ということで、えー、この今動画を撮っているのはですね、2022年の10月25日でございますが、少し前に、1、2週間ほど前ですかね、出て、出たばかりの本というところでございます。早速買ってきて読んでみたので紹介していきたいと思います。では、いつものように参りましょう。いつものようにですね、作品概要、えー、主なコンテンツ、 まあ、いつもはあ,のあらすじということで本の内容を紹介していますけど、今日はこの特別編のこの本のえ主なコンテンツ、どんなのことがこの本の中に入っているのかという内容、そしておすすめポイントを紹介していきたいと思います。まず作品概要ですね。この本、そもそも何なのかというとですね、早稲田大学演劇博物館の 2022年度、つまり今年ですね、の周期は秋の特別企画展ということで、村上春樹映画の旅という企画展がやってるんですね。で、その企画展の公式図録という扱いで、えー、出版された本になります。で、そもそも、早稲田大学演劇博物館。まあ、早稲田大学自体は村上さんのご出身の大学ということで、えー、去年、去年でしたよね、村上ライブラリーも開設されたということで、とても村上春樹に、村上さんにゆかりの深いところですが、 その演劇博物館での企画ということです。で、実はこの演劇博物館、詳しくはこちらの本読んでもらえればと思いますし、ぜひこの村上春樹、映画の旅に場所を運んでもらえればなと思うんですけれども、あといわゆる春キストというか、村上ファンでおなじみかと思うんですが、村上さんが大学時代にこの演劇博物館に、えーまあ、入り浸ってというか、行って映画の脚本を読んでいたというのはかなり有名なエピソードとしてありますね。そのあのあ なんて言うんでしょうね。これもまた一つの聖地になるんじゃないでしょうか。その場所での特別企画展の、まあ、公式図録という扱いです。 そして、冒頭触れた通り、村上さん書き下ろしエッセイ、自分自身のための映画という、まあ、この本でしか読めない文章も収録されていて、今年の、まあ、2022年の10月に発刊されたという本となっています。で、これね、すごい面白いんですよ。見ていただくとわかるんですけども、結構かなりから、図録という通りで、いろんな写真や文章が載っていてですね、ペラペラめくっているだけでもとても楽しめる、そんな内容になっています。では、どんな内容が入っているのか、ちょっと中身を見ていきましょう。 全部でですね、一章立てとしては5章になります。第1章から第5章と、そして最後にですね、論考インタビューというところでがついているという、そういう作りになっています。まず、えー、何、1個目の第1章の映画館の記憶というのは何かというと、えー、村上春樹と映画館という、村上さんにゆかりのある、あの、神戸にい,たいらっしゃった頃から、えー、東京に出てきて,ていう、新宿のあたりで行ったところの、村上春樹ゆかりの映画館についての、まあ、いろんな結構、 ね、歴史的な、あのー、今と、今はもう存在しない、リアルには存在しない70年代とかの映画館の風景が載っていて、これ、恐らく比較点に行くと、すごいいい写真が見れるんじゃないのかなというかとことで、ワクワクするような写真、写真展になっています。そして、第二章、映画との旅。ここはですね、これはもう村上さんは非常に楽しんで読める、見れるところじゃないかなと思うんですけども、 村上さんのさまざ、あ、まなあのエッセーであったり、いろいろな、まあ、特にエッセー中心ですかね、中で触れられている映画についての、えーまあ、紹介というか特集のような形ですね。例えばですね、これがいいかな、もし僕らの言葉がウイスキーであったならというエッセーがあります。僕も大好きなエッセーですが、その中で、えー、静かなる男について語られている場面があるんですが、その、えー 静かなる男が語られているよってことと、じゃあその映画はどんなものなのかっていうのが載ってたりするような、そういうコンテンツになってます。これが2章目の映画とのタイですね。そして3章目。小説の中の映画ということで、まあ、これがある種一番わかりやすい,い。いわゆる村上作品の長編ですね。えー、風の歌を聴けから、もう最新作の騎士団長殺し、まあ、そして断片の中でもいくつかあのフィーチャーされている長編小説あるいは短編小説の中に出てくる映画が次々と紹介されている。 コーナーナですこれも例えば代表的なところでいくと、これですかね。世界の割とハートボイルドワンダーランドの中に、第三の男という映画が出てきます。でこの第三の男がなんでフィーチャーされているのかとか、第三のとこでどんな映画なのかみたいなことがちょっと触れられているというようなところです。映画の,あの象徴的なシーンの写真も載ってたりして、結構イメージが湧くような感じになってますね。結構ですね、小説を読んでいて、特に、 何でしょうね。僕自身は映画好きなんですけども、映画す詳しい人ではないので、映画の名前が出てるなってことはわかるんだけれども、その映画がどんなものなのかとかって、結構調べてみないとわからなかったりすることの方が実は多かったので、こうやってカラーの写真付きで出てきて、どんな映画なのかっていう、まあ、あらすじだったり概要だったりとかあったりすると、なんかより深く小説の世界を楽しめる、まさにこの ブックガイドってそういう形でやってたりするんですけども、あの、一つの楽しみ方だなということで、とても面白く読めるコーナーです。これが3章目ですね。そして4章目。アメリカ文学と映画ということで、ここもですね、もう、個人的にはこのコーナーが一番楽しかったなというところですが、えー、村上さんといえば、アメリカ文学の翻訳、特にまあ、ギャッツビーだったり、カポーティーだったりというところがありますけれども、その、彼が翻訳している、えー アメリカ文学の中のでの映画というところですね。まあ、何と言っても外せないのはやっぱりフィッツジェラルドですね。グレート・ギャッツビー。僕も大好きな大好きな作品であり映画でありですが、グレート・ギャッツビーだったり。あとは同じフィッツジェラルドでも、フィッツジェラルドでも、まさに映画の映画そのものが映画人が主人公である最後のタイ君、つい先日出ましたね。ラスト・タイ君のことが触れられていたり。 そして、そして、まあ、これも、なんかね、外せないものばっかりだなって感じではあるんですけども、トルマンカポティのティファニーで朝食をやったり、レモンド・チャンドラーの大いなる眠りであったり、ロング・グッド・バイであったりという、もう代表的な、代表的な外せない作品ばっかりどんどん出てくるんで、ここは非常にね、僕は楽しかったものなんですね。でも知らなかったのは、ジョン・チーバーっていう、あの、作家も、村上さん、巨大なラジオを泳ぐ人っていうのを翻訳していて、これもすごい楽しい、あの、 これ短編集、短編集になるのかな、まあ、作品集があるんですけども、その中に出てくる泳ぐ人っていう結構なんかよくわからない話があるんですが、その泳ぐ人が映画化されてたんだってのちょっと初めて知って、あの作品自体も村上さんの解説読んでいてもすごい変な解説している、あれは時間の流れがどこかで狂ってるっていうような解説がなされているのとても不思議な作品なんですけども、それが 映画化されてたんだっていうのは結構衝撃で、どんな映画なのかちょっとね、気になってしまいましたね。はい。というのが4章。そして 5, 5章。まあ、ここはある意味ドンズバですで、ね、映像化される村上ワールドということで、映画化された村上作品についての紹介があるようなところです。残念ながらね、見たことないんです。風の歌を聴けとかパン屋襲撃。映画化されてることはしてたんですけども、また見たことないので、いつか見たいなと思ってて、まだ見れてないやつです。で、まあ、 映画化といえば、やっぱり、あのー、割とやっぱり有名どころは、ノルウェーの森、アナレベイ、そして、そして、ドライブ・マイ・カー。このあたりは、まあね、あの大メジャーどころですが、あとね、まあ、トニー・タキタニとか、バーニングとかもメジャー作品ですが、このあたりの紹介も当然のごとくされています。で、ここまでが1章から5章までということで、章立ててあるんですが、あの、ページのですね、本のボリューム的にはね、ちょうどね、これ半分ぐらいです。 ここまでで5章ですで。この後ろ何載ってるかというと、ここが結構厚くてですね、論考インタビュー集ということで、まあ、基本的には映画と村上春樹という切り口で、いろいろな、えー、文学者、文学者というのかな、研究者というのか、あのちょっと肩書きをどう紹介したらいいのかわからないんですけど、いろんな村上春樹の研究をされている方だったり、ゆかりの方が論考を書かれています。と、 あとは、ま、監督ですね、映画監督のインタビューとかも載っています。ここがね、熱くてね、結構面白い、ディープに楽しめるところなんで、じっくり読み込んでみるとすごい楽しいんじゃないかなというポイントになります。はい。これが、ま、コンテンツですね。で、僕のおすすめのポイントちょっと簡単に紹介したいなというところですが、まずなんて言っても、映画というフィルターを通して、村上ワールドが一望できるっていうのは非常に面白いのかなと思います。村上、 ワールドって、まあ、いろんな切り口で見れるんですよね。やっぱり音楽っていう切り口で見ることもできるし、あるいは何でしょうね、いわゆるポップカルチャーみたいな方切り口で見ることもできるし、あるいは文学作品っていう、まあ、いろいろな翻訳作品の名前が出てきたりするので、そういう切り口で見ることもできるんだけれども、やっぱ外せない一つのファクターとして映画っていうのはやっぱりもう初期の初期からありましたよねというところで。 意外と映画というキリクスでまとまった本とかって実はあんまり出てなかったりっていうところで、そういう意味でもは、あのー、一番も本当最初の風の歌を聴けから士団長殺しまでの結構ここまでの長大な40年間近くにわたるキャリアを映画というフィルターでバーッと眺めることができるとこれは非常に面白い。一冊の本の形でまとまっているっていうのはとても素敵なところかなと思います。そしてさっきも触れたディープな論考なかなかですね、あのー、僕も 好きなので、結構いろいろ、ななんかいわゆる研究本とか謎本ってそんなに読んできてはいないんですけれども、やっぱり読んでみると面白いんですよね。ただ、どうしても研究本読むよりかは、村上作品そのものを読んでいることの方が正しい、楽しかったりする、まあ、あた当たり前といえば当たり前ですが、するので、そんなに読んでないんですが、こうやって直接手に取る、じっくり読んでみる機会があると、やっぱり結構面白いなと思ったりして読んでます。で、結構ですね、何,何個ぐらいでしょうね、これ、全部で。 10個近く乗ってるんじゃないかな結構載っていてですね。6次見ると、えっと、1、2、3、4 5, 6, 5、5、6。5個か。ごめんなさい。10個言い過ぎました。すぐ持ってしまい、光る、えー5。5個の論考が載ってます。で、僕がその中で、まあ、どれも結構面白かったんですけども、すごい面白い。その中でもさらに面白いなと思ったのが、論考としては多分一番最後に、最後になるのかな いうところですか。ですね。岡、岡室岡室さんっていうのかなこれ。そうですね。岡室美奈子さんっていう方が書かれている、えー、村上春樹と浜口、これごめんなさい。僕監督の名前ちゃんと覚えてるい。浜口隆介でよかったですかね。間違ってない、あった。浜口隆介と八つ目うなぎ。もう一回読みますね。村上春樹と浜口隆介と八つ目うなぎ。映画、ドライブ・マイ・カーにおける複製性をめぐってっていうタイトルの論考が載ってるんですけども、 まあそんな長くない。本当に数ページの論考ですけども、これ結構面白くて、なんか楽しい。この他の論考もどれも面白いんですが、これが特に結構、はあ、なるほどな、なるほどな、と。まあ、表題書いてる通りで、ドライブ・マイ・カーの映画を特にフィーチャーしながらの話だったんですけども、結構、ほう、なるほどって思って読めたので、割とおすすめです。あのー、どれか一個読んでみようってことだったら、ちょっとこれおすすめかなと思います。そして、そして、 なんと言ってもですね、村上,村上映画化作品の監督インタビューということで、二人の手でですね、一人目が、ピッチャンドン監督です。まあ、これはあの、バーニングですね。ナヤオ役を本案した形での、まあ、韓国の映画で、まあ、非常に売れてましたけれども、バーニングの監督です。このね、インタビューも結構面白かった。あ,あ、なるほどな、そういうふうに捉えるんだなっていうのが結構面白かったですね。で、そしてそして、まあ、何よりも、ドライブ・マイ・カーの 監督である浜口祐介監督の旅を経験するからだっていう、まあ、とても印象的なタイトルがついたインタビュー、これもすごいよくて、面白かったな、まあ。ぜひぜひ読んでいただければと思うんですが、特に浜口監督のは、なんか、うん、すごい面白いく村上春樹と村上作品というのが出会いみたいなところもあ、そこから入ったんだみたいな、これ、ちょっとあえて触れないでおきますが、ぜひ読んでみてください。すごくなるほど、そういう入りなんだってところから、 ご自身が映画監督になって、じゃあ、映画監督という目線で村上春樹作品を読むときってどんなふうに接するのかみたいなことをインタビューで答えていらっしゃって、とても面白かったなというふうに、はい、思いましたと。ということでですね、今日は村上春樹映画の旅ということで、企画展の、まあ、図録ということでしたが、ちょっと漢字の企画展、僕もまだ行けてないので、ぜひちょっと足を運んでみたいなと思いますが、皆さんもぜひこの本を手に取って、えー、読んでいただいて、企画展に行ったり、まあ 出てくる映画をいろいろ見てみたりしていただくととても楽しめるんじゃないかなと思います。はい、ということで今日は、えー、映画の旅をご紹介させていただきました。最後までご覧いただきありがとうございます。もし気に入ったらいいねを押していただいたり、チャンネル登録していただけるととても嬉しく思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。アンテナザイン、セイバイ